デイビッド・ハーバート・ローレンス、デイビッド・ハーバート・ローレンス、デビッド・ヘルベルト・リチャーズ・ローレンス、1885年9月11日から1930年3月2日は、イギリス・ノッティンガムシャー出身の小説家、詩人。1908年に、ノッティンガム大学を卒業した後、小学校の教員となり、1911年に小説を出している。 1912年から1914年にかけてドイツに渡り、1914年イギリスに帰国後結婚した。息子と恋人、1913年、虹、1915年、チャタレイ夫人の恋人、1928年など、人間の性と恋愛に関する小説を発表したが、発禁処分を受けたものもある。ローレンスの作品は性を大胆に描写し、また、 近代文明が人間生活にもたらす悪影響を主題としているものが多い。優しくぶっきらぼうな言葉で書かれているのが特徴である。日本では第一次世界大戦後の1920年代頃に注目され始め、ローレンスが死んだ1930年代には、安倍智文伊藤誠、西脇淳三郎らによって広く紹介されるようになった。なお、 第二次世界大戦後に伊藤聖が訳したローレンス、チャタレー夫人の恋人は歪説だとして罪を問われたチャタレー事件が起きた。デイビッド・ハーバート・ローレンスは単ッ夫の父アー,アーサー・ジョン・ローレンス、アーサー・ジョン・ローレンスと教師だった母、リリア・リュデイアの第四子三男としてで、幼い頃はノッティンガムシャー州ブロックス島地区イーストウッドの単校町で過ごした。 ローレンスの生まれたイーストウッド8、エービクトーリアストリートは今日博物館になっている。労働者階級の家庭に育ち、炭鉱夫の組長である父アーサーと共用のある母、リディアの仲が必ずしも良くなかったことが彼の初期の作品に大きな影響を与えている。美しい田園風景と汚れた炭鉱町をモチーフとした風景は彼の小説の中にも数多く登場している。 ローレンスはこの風景を改装し、私の心の故郷、ザ・カントリー・オブ・マイ・ハートと述べている。若きローレンスは、1891年から1898年の間、ビューバル、現在はローレンスを記念し、クリスリー・ビューバル・ DH ・ローレンス小学校と、改名されているで学び、初となる、集会奨学金を獲得、州都ノッティンガム近郊のノッティンガム高校に入学する。 現在この地には、ローレンスの名が付けられた高校の寮がある。1901年に卒業するとヘイウッド、医療器具会社の事務員となったが、肺炎を発症して三ヶ月で辞めた。彼は療養のため近くのハックス農場を訪れ、そこの娘のジェシー・チェインバーズと友好を持った。ジェシーや他の十代の友人は皆読書好きであり、それ以降ローレンスは、生涯にわたって文学を愛するようになった。 1902年から1906年の間は、イーストウッドのブリティッシュスクール、長校で代用教員を務めた。その後のティンガム大学で2年間学んで教職の資格を取り、ロンドン南高の小学校に勤めた。教職の傍ら、地、短編、小説、リティシアの奏功などを作っている。 1907年の暮れにノッティンガムガーディアン社の短編小説コンテストに応募して入賞。1908年の秋、ローレンスはロンドンに移り住み、ロンドン南部クロイドンのデイビッドソンロードスクールで教弁を取る傍ら、執筆を続けた。いくつかの詩はジェシー・チェインバーズに送られている。やがて彼の作品はザ・イングリッシュレビューの編集者、フォード・マドックス・ヘファー、後に フォード星の目に留まるようになった。エファーはローレンスに作品を依頼し、菊の香りが執筆された。それが、ロンドンの出版社ハイネマンの注目を引き、さらなる作品が作られることになった。ローレンスの収入は執筆の方が主となっていったが、その後も数年教職を続けている。四六弱を脱行して間もない1910年に、ルーイ・バローズと婚約するが、その後すぐに、 母が病没。愛する母を失ったローレンスは、その後数ヶ月立ち直れなかった。この出来事は、彼の重要な転機となっており、その様子が、後の1913年の小説、息子たちと恋人たちでも描写されている。1911年、出版界の大物、エドワード・ガーネットとその、息子デイビッドと交を結んでいる。肺炎が再発し、翌1912年に、 ルイ・バローズとの婚約を解消する。1912年3月、ローレンスは就職相談で、旧市アーネスト・ウィークリーを訪ね、彼の妻フリーダと3人の子供と出会う。ローレンスは、フリーダとミュンヘンへと駆け落ちする。そこで、イギリスのスパイと疑われて、逮捕、告発されたため、アルプス山脈を越えて、イタリアに渡った。1913年には子供に会いたいというフリーダと、 共に、イギリスに戻り、しばらく過ごしている。この際に、ジョン・ミドルトン・マリー、キャサリン・マンスフィールドらと知り合う。その後イタリアに戻り、ラスペツヤに住む。1914年、この地で、虹と恋する女たちを執筆する。フリーダは、夫・アーネストと離婚し、1914年6月13日に、ローレンスと再婚する。 1915年9月に虹を出版するが、11月には絵説だとして、白金処分を受ける。その後、コーンウォールに移る。1917年10月、スパイ容疑で、コーンウォールから立ち退きを命じられ、バークシャーに移る。1918年には、ダービーシャーに移る。1919年、イギリスを離れて、イタリアに向かう。この頃には、 英文学作家として世間に広く知られるようになる。ローレンスは1922年2月に東回りでアメリカに向かい東南アジアを経てオーストラリアでモリース・スキナーと出会う。9月にアメリカに到着しマーベル・ルーハンと出会う。ローレンスはアメリカに2年間住みアメリカ古典文学研究を執筆1923年にメキシコに向かう。 1925年3月、マラリアと結核を併発する。命は取り留めたものの、療養のため同年ヨーロッパに戻る。1926年、イタリアのフィレンツェに住み、その地で、チャタレープ人の恋人に着手。これが、最後の長編となる。オルダス・ハクスリーと信仰を結ぶ。1928年、逃げた鳥を執筆。油絵なども手がけている。この頃、 ロンドン警視庁から嫌がらせを受けており、1929年中頃には部屋を荒らされている。1929年、聖書論、目視録を完成、その後フランスのサナトリウムに移り住む。1930年、妻フリーダらに見取られて死去。彼の遺棄はその後に再婚したフリーダの夫によって、アメリカニューメシコのタオスに収められた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。